はい、どうも皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。今回は開封動画になります。で、今回開封するものなんですけども、こちらでございます。はい、偉人伝でございます。偉人伝レッツゴーっていうね、はい、あのダイソーが展開しているオリジナルトレーディングカードゲーム偉人伝っていうのがありまして、まあ、今回はねこちらを開封していこうと思っているんですけども、あのちょっと前にさ、ダイソーが虫神器っていうね、まあ、虫同士をこうバトルさせて戦い合わせて、で虫界のね歯を唱えるみたいな、そんな感じの、あの虫神器っていうトレーディングカードゲーム、オリジナルのトレーディングカードゲームのタイトルを出していたんですけど、まあ、それに続くオリジナルトレーディングカードゲーム新規タイトルとして、こういうね偉人伝っていう、あの英雄たちですね、歴史上の偉人、変人、奇人、怪人たち、英雄たちっていうのをこうお互いに殴り合わせて、もう誰が最強かみたいなのを戦い合わせるっていう感じの、まあ、そんなねカードゲームっていうのをダイソーがね展開し始めたんですよね。で、私前回この偉人伝、ブースターパック5パックと、あとねこの構築済みスターターセットっていうのがあるんですけど、まあ、これのね緑のデッキ3種類あるうちの1種類ですね、緑のデッキっていうのを開封したんですけど、まあ、今回はこのねスターターセット赤のデッキと、あとブースターパックね10パック、まあ、これねあの1店舗あたりお一人様5パックまでっていう購入制限があったので、2店舗巡って10パック買ってきたんですけど、まあ、今回はねこちらの、ブースターパック10パックと、あと赤の構築済みデッキスターターセットですねっていうのを開封して、まあ、私がねこの偉人伝の世界に歯を唱えようとね思っております。はい、じゃそれじゃね開封の方入りたいと思います。というわけで、まずはねこの赤のスターターデッキからね、スターターセットから開封していきたいと思います。伝説の武将デッキというね、歴史が君に味方するトレーディングカードゲーム偉人伝っていうね、うまいこと言いますね。歴史が君に味方するってさ、ね、僕だけに味方してくれるのかっていう話じゃないからね、もう相手にもちゃんと味方するからね。そう、つまりこいつはあれですよ、あの仮面ライダーオーディンだから、戦えっていうね、歴史が君に味方するとか言ってね、なんかうまいこと言っといて、もう実際のところは世界中の全員に味方してお互いに戦い合わせるっていうね。そう、偉人伝、この偉人たちの戦いの果てに何があるのか、それを確かめるのは君の目でぜひとも、ね、確かめてほしいっていう感じの、組み合わせてもっと強くなれ、3デッキプラスブースター同時発売と、はい、まあ、前回はこのね日本の大天才みたいな感じの、その日本の大天才っていうね、こういうデッキを開封したんですよね。日本の大天才デッキ開封して、あとねブースターパックいくつか開封して、まあ、こんな感じでねレアカードがたくさん出ましたと。そう、ノブちゃん、織田のノブちゃん出ました。あとはね出雲の国とかね、まあ、北条の政子とかいろいろ出たんですけど、まあ、今回はこのね赤の武将、そう、伝説の武将デッキというのをね開封しようと思っております。はい、世界には時代を作ってきた人間たちがいる。この時代を作るがさ、代を創するっていうところでこのダイソーとかかってるんだね。で、君は魔法使いとして彼らを召喚して最強を目指そうと、親っていうね、どっかで見たことある設定だなっていうね、まあ、つまりフェイトですし、もっと言うとマジック・ザ・ギャザリングなんですけど、なんかねルール勉強してきた感じ、もっとねデュエマっぽい感じかなっていう印象がありましたね。はい、これは赤くたぎった戦士の魂、本格派歴史トレーディングカードゲームと、はい、まあ、そういう感じの戦士の魂ということで、かなり武闘派なデッキなのかなという印象ありますね。うん、でね、まあ、これねめちゃくちゃこうねシュリンクがしっかりとされていて、なんかねもう本当にこれ100均ショップの商品なんですかっていう、これ100円でいいんですかっていう感じのめちゃくちゃしっかりとした作りになっているんですが、実はこれね100円なんですよね。そう、100円なんでございます。なんと100円です。シュリンクがちょっと向けないんで、ごめんなさいね、手元でシュリンク向かせてくださいね。シュリンクが頑丈すぎるシュリンクが頑丈すぎて全然向けません。うわやべえ、めっちゃ難しいよこれ。ちょっと待ってくださいね、シュリンク向いてから出直しますんで、ちょっと待ってくださいね。めちゃくちゃ頑丈なシュリンクでびっくりしたわ。なんかこんなにもさガチガチのシュリンクしていただいてるなんてね。100円でこのガチガチ度だからね、100円でこのガチガチ度、はい、ガチのカードゲームのガチのシュリンクでございます。で、箱はねこう結構ねふにゃふにゃな感じの箱ですね。うん、そして開封したいんだけど、手袋はめてるとなかなかね開封もうまくいかない、もたもたしていますね。そしてカードがたくさん入ってますと、はい、まあ、こんな感じでルールカードとかね、あとはこういうねかっちょいいイラストの載ってるこういうね偉人のカードとかがね入っておりますと、1枚目上杉謙信特製剣術、うん、これスーパーレアですね。はい、 SR イラストレーション中西育志さんだそうです。で、コンセプトバイ金井誠二っていうね、そう、こういうデザイナーの名前と一緒にこうイラストレーターの名前と一緒にデザイナーの人の、ね、名前も入っているっていうのは、これはねすごいリスペクトあふれてますよね。ちゃんとそういうねデザイナーに対しても、まあ、リスペクトを払っているって感じの、うん、いいですよね。
アタッカーになった時、このパワー以下のパワーを持つ相手の戦場の一員一体を破壊する。強ない。攻撃するだけで除去できるってこと、強ない。強くないですか。強くないかと聞いている。強いと思います。はい。でもレベル6なんだね。うん。まあそれなりに重たい感じなんですね。ちょっとだけルール勉強しました。ちょっとだけルール勉強しましたけど、そう、ルール的なことは勉強はしましたけど、プレイの感覚っていうのが分かってないんで、これがどれぐらい、戦場に出るタイミング的にどれぐらいのスピード感でこのレベル6っていうのが出てくるのかとかはあんまりよく分かってないですね。そう、あんまりよく分かってないっていう感じで聞いてほしい。あんまりよく分かってないですっていうところをもう前提として、あ、こいつ何も分かってねえなみたいな感じのところを、うん、そのね、あんまり突っ込まないようにしながらね。そう、あんまり間違えてたらコメント欄で優しく指摘をしてほしいですね。はい、っていう感じで見ていただきたいんですけど、この人異形能力ないんだね。なんかいつもだったらここにさ、異形能力載ってるじゃんね。異形能力ないんですね。もう死して、あれですね、あとを濁さないみたいな感じで、逆に言うと何一つ残さないってことなのかな。ちょっと寂しいよね、それはね。ね、いろいろやったけど何一つ残らないみたいなさ、なんかあるよね、そのさ、三国志のさ、魏呉蜀でもさ、ね、呉はなんか全体で見ると地味だけど、後に残したもの多いけど、蜀はなんかすごい華やかで主人公っぽい感じだけど、後に残したもの少ないよね、みたいなさ、感じの、なんかあるよね、そういうのね。うん、上杉謙信、スバレア。そして2枚目も上杉謙信。上杉謙信さんっていうのは、まあ、こういう方ですよっていうね、説明も載っておりますので、まあ、しっかりとね、こういうところでお勉強もできるというね。そう、こういうところいいよな、ほんといいよな、こういうのね。源の義経。はい。あれですね、あいつですね、なんだっけ、武蔵坊弁慶と一緒にさ、ね、いろいろやった人ですよね。はい、即応、戦場に置かれたターンでもアタッカーになれると。で、レベル1で1ターン目から出てきて、まあ、速攻で殴れるっていうね。でも、パワー500しかないですね。はい。でも異形能力で死んだ時に魔力化するから、そのコストがね増やせる感じなんですね。はい。壇の浦の戦いでは船8艘を飛び移って戦ったと伝えられているというね。ほんまかって感じするけどね。まあ、こういうのは基本的にね、歴史上のこういう逸話っていうのは大体盛られるものですんで、多分ね、300年400年後には船32艘飛んだとか、なんかそういうね、盛られていくから、だんだん盛られていくからね、こういうのはね。はい、義経。次は武田の勝頼。もう武田の勝頼さんはね、僕あんまり知らない人ですね。うん、歴史上の人物に疎いんで、そう、歴史上の人物に疎い、その日本史、世界史1ミリ程度しか知らないおじさんが偉人で向いてますんで、お勉強がてらね。はい。甲斐の虎、武田信玄の子を織田、徳川と合戦を繰り広げながら、東海地方に勢力を拡大し、父以上に恐れられる戦国武将だったと。マジで。あの武田信玄より?あの武田信玄より?そう、武田信玄っていうのはあれですよね。人は人。竹垣、池垣は池垣?竹垣?なんだっけ?堀は堀みたいな感じのね。なんかそういう人は人、堀は堀みたいなさ。なんか違えな。なんかそんな感じの名言残してましたよね。人は石垣だっけ?人は城?城は城?なんか人は人、城は城みたいな。なんかそんな感じの、うん。すごい日本史が弱いっていうのがわかりますね。そう、バカ丸出しにして喋ってる感じがするっていうね、うん、その武田信玄の子ですと。はい、武田勝頼さんですね、うん、かっこいいね。武闘派のイケメンって感じがしてかっこいいですね。そうで、イラストレーションはザイオンさんという方が書いていらっしゃるそうです。はい、武闘派イケメンの武田勝頼。はい、次も武田勝頼。これね、デッキに同じガードを4枚入れれるそうなんで、で、同じガードがね、これ全部2枚ずつ入ってるんで、このスターターデッキ2個買えば、スターターデッキはね、もう全部揃うみたいな感じですね。ブラドツェペス。はい、ブラドツェペスですね。あれですね、串刺し子ですね。はい、ドラゴン騎士団員の父を持ち、ドラゴンの子と呼ばれることもあったと。はい、ルーマニア中部に生まれた吸血鬼伝説のね、モチーフになりがちなブラドツェペスさんですね。そう、カジクルベイっていうね、マイケルベイ、カジクルベイっていうね、そんな感じの。マイケル・ベイもね、ある種、もう、破壊大帝みたいなところあるから、そう、口差し子みたいなところあるから、アタッカーになった時、自分の魔力ゾーンの魔力を一つ裏にして発動できると。パワー2000以下の相手の戦場の一陣一体を破壊すると。へぇ、レベル3体から、アタックと同時に除去が打てると。ただし、魔力ゾーンの魔力が、色がなくなってしまう感じなんですかね。うん。わかんないですけど、なんか割とね、なんか全体的にさ、その速攻デッキっぽい感じがしますね。なんか早いターンから殴っていく感じのさ、除去しながら殴っていくみたいな感じの、そんなデッキなのかな。ブラドチェベス。はい。次は
坂の上の田村麻呂じゃん。田村麻呂さん、坂の上のあの田村麻呂さんですか。名前は存じ上げております。何をした人かは知らないです。そうそう、征夷大将軍ね。知っとった知っとった、全部知っとった。征夷大将軍ですね、うん、歴史の授業で習ったわ。今まで忘れてたけどね。そう、学校で習ったことをこうやってね、全部忘れる。全部忘れるとどうなるか、こういう大人になります。こういう大人になります。こうやってカメラの前でなんかよくわかんないこと喋りながら一人ね、カードをね剥き続ける、こういう大人になってしまうんで、皆さんはねちゃんと勉強してくださいね、はい。ダボープレッシャー2体以上でなければブロックされないというね、ダブルプレッシャーを持っている。さすが征夷大将軍、うん、でもレベル4でパワー1000か。ダブルプレッシャーってのがどんだけね、その期待されてるかってことだよね。ダブルプレッシャーそんな強いんかな。レベル4でパワー1000のやつにしかつけれんぐらい強いんかな。それとも単純にこいつのレア度が、こいつノーマル、レア度ノーマルっすね。ノーマルだからこんなもんなのかな、わかんないです。田村のマーロちゃん。次は楠木正成、はい。お名前は存じ上げております。戦場に置かれた時偉人召喚権プラス1すると。へえ、でもレベル5なんだね。レベル5でパワー5000もあるね。なんかね、偉人召喚権っていうのが1ターンに1枚しか偉人召喚できないらしいんですよね、ルール的に。だからこういう偉人召喚権っていうのを増やして、まあたくさん展開するみたいな感じになっているんでしょうけど、なんかこの辺りドミニオンっぽいよね。偉人召喚権なんかアクションプラス1みたいなさ、うん、まあ1ターンに1枚しか展開できないっていうのはね、なかなか難しい感じしますね。偉人召喚権もっとくれよって感じしますよね。もっともっと偉人出させてくれよみたいなさ。なにこれ、ジェームス・バトラー被告、全然知らない人っすね。誰これ誰これ。アメリカの保安官、南北戦争に従事した後カンザス州の各地で保安官を務めた。記録上初めて自由による決定を行う、倒した27人の刻み目がピストルにつけられていたなど数多くの伝説を残していると。ガンマンの界隈では有名なんですかね、ジェームス・バトラー被告。即応、アタッカーになった時相手の戦場の背景一つにつきワンドローする。背景ってのがどんだけ入ってるか、よくわかんないけど、でも5レベルで4000パワーで速攻持ち、なんかそれなりに普通にシンプルに強そう、わかんないですけどシンプル強そう。アレクサンドロス大王、アレクサンドロス大王がレア度ノーマルだとやべえな。アレクサンドロス大王がレア度ノーマルだとやべえな。こいつもあパワー6000、強っ。こいつも速攻持ちですね。アタッカーになった時アタッカー1体につき相手の戦場の背景一つを破壊すると、うん、なんかさっきのねこのガンマンと噛み合ってないっすよね。こいつアタックしたら相手の背景ぶっ壊しちゃうし、かといってこいつではね背景が欲しいしみたいな感じですよね。背景一つにつきドローだからさ、なんか噛み合ってない感じしますね。はい、マケドニアの国王と、もうなんかとんでもないね、とんでもない征服を成し遂げたヤバい人ですね、うん、とんでもない征服を成し遂げたアレクサンドロス、はい。アレクサンドロスっていうとやっぱりね、邦楽アーティストのね方でちょっとね思い出す方もいらっしゃるかもしれないですけど、もうアレクサンドロスの名前のおそらく元になったのはこのアレクサンドロス大王だと思いますけど、大王もとんでもないね偉業を成し遂げた人ですんで、それがノーマルで手に入る、やべえでしょ、やべえっしょ。何、真剣眠る宇治者、何それ。自分の戦場の赤の偉人が破壊されるたびにその偉人一体を裏にして魔力ゾーンに置くと。へえ、つまりこれがあればどん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 展開、破壊されました魔力ゾーン置かれましたっていう感じでどんどんね展開しやすくなると。強そう、なんかシンプル強そうだね。でこれ自体が異形能力で、まあ、ぶっ壊れて墓地に置かれた時にこれ自体が魔力化すると、魔力として使えると。シンプル強そう、シンプル強そうですね。でもこういうね背景カードとかにはテキストがね載ってないんですよね、説明文が。そこちょっと悲しいよね。はい、次は連なる天守閣、はい、連なっているね本当にね。これの背景使用に際し自分の戦場に剣術偉人がいればこれはレベル1になると。へえ、あらかじめ剣術偉人出しとけばめちゃくちゃ軽いコストで出せると。でこれが戦場にある間自分の戦場の偉人はパワープラス1000を得ると。へえ、じゃあこれ出しといて、でなんだっけ、マサコとかさ出すとさ、でマサコとか出すとマサコが出た瞬間にそこら中のもう人と人、人という人、もう偉人という偉人をこうねパンチで黙らせることができるっていう、そういうコンボがあるのかもしれない、うん。でこれも戦場から墓地に置かれると魔力化すると。ロイヤリティ、いきなり横文字来ましたんで、ロイヤリティ、はい、魔法カード、ロイヤリティ。剣術偉人一体を破壊するか自分の戦場のガーディアン一体を山札の上に戻すと3ドローすると。
へえ、サンドローもできるんだ。ドローは強いですね。ドロー枚数が多ければ多いほどいいけど、でもそれなりのコストも必要と。はあ、ははあ、なるほどね。まあ、ちょっとよくわかんないですね、強いのかどうなのかね。デスペラード、ガンマンが乗ってますね。自分の戦場の偉人一体と相手の戦場のガーディアン一体を指定して発動できると、まあ、偉人とガーディアンを破壊すると。ガーディアンっていうのはなんていうの、デュエマでいうシールドみたいな扱いっぽいですね。うん、これもなんか自分に犠牲をね問うんだね。なんか自分のカード破壊しないと使えないみたいなさ、なかなか難しそうですね。そしてここからはもうエネルギーカードですね。デッキに何枚でも入れてもいいというレッドストーンがたくさん入っていて、であとはこういうねサマリーカード、偉人での遊び方っていうのが載っておりますので、そう、まあ、僕みたいなねもうズブの素人がこれを読めばもう一瞬で偉人での全てがわかる、もう全てを理解できるというね、そんな感じになっております。はい、というわけで、赤のデッキね、こんな感じでございました。赤のデッキのスーパーレアはもうね上杉謙信さんでございました。なんかねイメージ的にこう相手を除去りながら、で同時に自分も犠牲を払いながらも、その相手と自分のねリソースの比べっこみたいなことしながら、まあ相手をね殴り続けて勝つみたいな感じの、そういう色なのかなっていうね、そんな印象ありますね。はい、まあ、全然わかんないですよ、敵とぶっこいてますんで何もわからないまま敵とぶっこいてますんで。はい、というわけでね、これが赤のねこれですね、伝説の武将デッキでございました。じゃあこっからはね、はい、お待ちかねのこのキラーカードの入っているパックの方ですね、ブースター10パック開封していきたいと思います。それでは偉人伝ブースターパックですね、開封の方入りたいと思います。ブースターパックにはカードが5枚入っていて、で、まあ、スーパーレアとかね、レアとかノーマルとかのレアリティがあって、で必ずね1パックに1枚レア以上のキラーカードが出てくるというね仕様になっておりますと。で集めたカードでもっと強くなろうというね、はい、そんな感じのブースターになっておりますと。そう、もっと強くなるから、どんどん強くなるからね。昨日より今日、今日より明日だから、今日はとっても強かったね、明日はもっと強くなるよね、ハム太郎ヘケみたいな感じのどんどん強くなるからね。はい、強くなっていく。1枚目、小野の吉弘、これ前回引きましたね。はい、でも前回引いた時には分からなかった情報が今では分かる、もう何もかもが分かる。そう、この宇宙がなぜ生まれたのかも分かる。フランツ・ペル・シューベルト、はい、シューベルト、ベートーベンとかもいるんですかね。ドキドキするならシューベルト。万葉集も持ってる。今まで引いたこの3枚全部持ってるし、全部緑のカードだね。全部緑のカードだね。こんな風に入ってることもあるんだね。次はファイアソード、はい、ファイアソード、偉人召喚によって偉人が戦場に置かれる際に魔力ゾーンに置かれている、これをだからこれを魔力として置いといても、その後に偉人が召喚された時にこれを魔力からペッて戻してその偉人に貼っつけてもいいですよっていう感じなので、まあ、序盤は魔力として使っておいて、後半偉人召喚した時にこれがね自動的にくっついて、もう相手をパンチする時に強いぜみたいな感じのことができるという感じなのかなって考えると、なんかねそれなりに強そうな印象ありますね。はい、使いやすそうだよね。そして次のカードはレアカードは何、これレアカード何、ペカペカしているザビエオ、ザビザビのザビエオでございます。皆さんご存知のねザビエオ、ザビエルさん、キリスト教をね伝来しに来た人ですよね。はい、でレベル4でパワー1000しかないと。で効果能力、アタッカーになった時自分の山札の上から1枚をガーディアンにして戦場に置くと。へえ、効果能力っていうのはあれなのかな、アタッカーになった時、攻撃した時に発動する能力ってことなのかな、わかんないですけど。だったらこれもね、なんか公開能力っぽいよね。上杉謙信のアタッカーになった時っていうのも。わかんない。単なる、味付けキーワードなのかな？フレーバー的なキーワードなのかな？ちょっとわかんないですね。うん。で、スペインのナバラ王国生まれの宣教師。実質的にイエズス会の創立に携わった人物の一人。インドのゴアに派遣された後来日し、キリスト教を初めて日本に伝えたというね。はい。まあ、あれですよね。教科書とかでねよく落書きされてる人ですよね。そう、教科書とかの顔写真によく落書きされてる人ね、ザビエオ。まあでもね、歴史上でもかなりの有名人物ですよね。何でしたっけ、ザビエルってなんか劣勢されてたんでしたっけ、ちょっとあんま覚えがないですけど。でなんかあるよね、そういうさ成人認定みたいなのでさ、ザビエル劣勢されてましたっけ。はい、2パック目、オリバークロムウェル、クロムウェルさんですね、はい、イギリスの政治家軍人と、ピューリタン革命の指導者として活躍した、敵機体を組織し、ニューモデル軍の
創設につなげ議会側の勝利に貢献と、はい、共和制の樹立後は護国教という役割に就任し軍事 独裁体制を敷いたと、はい、まあ、いろいろ書いてありますけど、ピューリタン革命が何なのかとかニューモデル軍とかそう共和制がどうのこうのとか あんまりよく分かってないんで、そうとりあえず読みましたけどあんまりよく分かってないんで、そう歴史的なこといろんなことを、ね、その文脈が分からないとか歴史的な、ね、知識がないからこういうの読んでも全然分かんないじゃん。だから知識が必要だから勉強しないといけないってことね。そう僕を見て反面教師にして皆さんねぜひとも勉強してくださいね。魔力ゾーンの裏のカード一つにつきアタックプラス1000を得ると、なるほどね。じゃあもしかしたらもっと強いかもしれんってことですね。レベル4で3000だけどもしかしたら6000ぐらい打点あるかもしれんということですね。マルクス・アントニウス、 あれですね、あのパトラとかとパトラとかと一緒になんかいろいろやっとったやつですよね確かね、うん、クレオのパトラとかと一緒にやってた人ですよね確かね。わからんです、あんま覚えがないです。オクタビアンヌスにアクティームの回戦で敗北しその後自決しましたと、うん、確かそのぐらいの時代の人だった気がする。4レベルでパワー1000しかないと、でもアタック時はプラス2000されますよと。で戦場に置かれた時に自分の戦場のガーディアン一体を裏のまま魔力ゾーンに置いて発動できる偉人召喚権をプラス1すると、うん、どうなんすかね。ただで偉人召喚権くれよって思うけどただでくれよって思うけどね、うん、そんだけ偉人召喚権は重要なのかな、うん、このイラストいいですね。こう光と影のさこっち側影になっててさ顔のこっち側光が当たってて、ね、光と影のコントラストを感じるよね。このマルクス・アントニウスという人物の二面性を感じさせるイラスト。はい、で次がウォーターポート、魔力ゾーンに置かれた時ワンドローすると、はい、魔力1、はい、これねめちゃくちゃね強そう、こういうのねこういうのめちゃくちゃ強そうですね。シンプルに強そうだね。なんかとりあえず4積みしといていいですよみたいなさ、ね、魔力1余った時にこれ使ってくださいねみたいなさ、そしたらワンドローできますよみたいな、めちゃくちゃ強そうですねこういうのね。シンプル強そう。はい、次のカードはファイナルアタック。ファイナルアタック、何それ。次のエンドフェーズが開始したときゲームに敗北する。自分の戦場の偉人すべてを起こして追加でバトルする。あれですね、あの最後の賭けみたいなさ、そんな感じの追加ターン系追加戦闘フェーズ系みたいな感じの、うん、でその戦闘フェーズで勝てなければお前は死ぬみたいな感じのね。まあ潔いっちゃ潔いですけど、どうなんだろうね、結構重たいしね。うん、わかんないですね。わかんないけど、もうこういうカードってさ、大抵なんかね、よろしくないことやるか、それか全然使えないかの二択みたいな感じはありますけど、うん、どうなんですかね。まあ、入れるとしても1枚とかそんなんでしょうね。これで逆転できたら脳汁めっちゃ出そうですけどね。はい、次のレアカードは、とりあえず、レアか、レアですね。スーパーレアではない。チャンピオン。We are the champion.My friend. で自分の戦場の偉人一体を指定して発動できる。その偉人はこのターンの間偉人にブロックされないを得る。And we'll keep on fighting till the end。 つまりアンブロッカブルになると、うーん、アンブロッカブルがこのレベル4コストが結構高いってことは、それなりにアンブロッカブルは重要なのかもしれないね。そのなんだっけ、なんちゃらプレッシャーみたいなのがさ結構高めのね、そのレベル帯のやつに設定されていることからも、なんかそういうブロッキングできない、ブロックできないっていうのは結構ね、やべえ能力なのかもしれない。何もわかんないです。何もわかんないままやっております。はい、3パック目、小野の義振先見ましたね。大江の広元。相手の戦場の偉人が破壊されるたびワンドローする。マジで強ない？こいつ。こいつ立っとるだけでめっちゃドローできるんちゃう？めっちゃ強ない？こいつ。でしかもこいつが死んでもワンドローじゃん。めっちゃ強ない？わかんないです。でもとりあえずこいつ4枚欲しい。今のところとりあえずこいつ4枚欲しいですね。はいはいはい。貴族政治家だそうです。やり手の政治家だったのかな？相手倒すたびにワンドロー。強そうですね。鴨の長命。絶対琵琶法師だろ。ね、絶対琵琶法師だろ。日本の歌人随筆家。か、特に琵琶関係なさそうだった。新古今和歌集とかに入ってるみたいですね。この偉人召喚に際し自分の戦場に偉人がいなければこれはレベル2になると。へえ、まあ、つまり誰もいなければ早いターンに出せると。執筆、この能力はターンに1回しか発動しない。背景が戦場に置かれた時に発動できる。その背景1つを裏にしてガーディアンにすると。なるほどね、戦場に置かれた時に発動できるんだ。じゃあ背景を出したらガーディアンになっちゃうってこと、なっちゃうってこと、
なんか使いたい時に使えない感じの能力っぽいですね。強えんかな、ちょっとわかんないですね。はい。羅針盤、羅針盤、偉人召喚によって公開を持つ偉人が自分の戦場に置かれるとき、魔力ゾーンに置かれているこれを、その偉人に装備させてもいいと。で、装備すると破壊されたとき、自分の魔力ゾーンの魔力一つを墓地に置いて破壊できると。除去耐性を持たせられる感じのカードなんですね。うん。これさ、戦場にさ、出るときにさ、墓地に置かれるはわかるんですけど、墓地に置くとか墓地に置かれるっていうのは直感的にわかるんですけど、戦場に出るときのテキストが戦場に置かれるっていう書き方されてるからめっちゃ目が滑りますね。ちょっと僕このテキストあんま好きじゃないな。戦場に出るに変えてほしいな。全部戦場に出る、戦場に置かれると墓地に置かれるがさ、ね、両方とも何々に置かれるって書いてあるから、なんか戦場と墓地読み間違えてさ、思い込みでさ読み間違えると、なんか置かれるのところで判断できないからすげえ読みづらいですね。このテキスト良くないですね。ちょっとこのテキストマジで良くないと思うんで、戦場は出るにしてほしい。戦場は出る、墓地は置かれるみたいな感じで、そう、なんか処理の段階でその文章を分けてほしいですね。絶対目が滑る、絶対目が滑ります。そう、これ僕だけじゃないと思う。絶対僕だけだったら申し訳ないけど、僕だけだったとしても変えてほしいそれぐらいめっちゃ目が滑る、めっちゃ目が滑りますね。ほんと良くないで、結構テキスト長いと余計に目が滑るから、戦場は出る、墓地は置かれるにしてほしい、してください。もう次からそうしてほしいですね、マジではい。そして次のカードはレアですね。スレアではない、カエサルじゃん、シーザーじゃん、ね、シーザーカエサル、エンペラーのカエサルじゃん、ガイウスユリウスカエサル、トリプルプレッシャー、マジでそんなんもあんの、トリプルとかあんの7個数パワー6000、強、激烈に強いやつじゃん。これ誰だっけ、なんかガリア戦記とか書いた人でしたっけこれね。サイは投げられた、アーリアリアクターエストってやつね。来た見たかったっていうね、来た見たかった、サイは投げられたっていうね。はい。戦場に置かれた時、相手の手札が6枚以上ならこのターンの間速攻を得ると。はあ、どうなの、ね、こいつが出てくるようなタイミングで相手の手札6枚以上あることある、なんかそういう重コントロールデッキみたいなさ、手札を貯めるみたいな感じのデッキだったらあんのかな、わかんないけど、トリプルプレッシャーはなんかやばそう、もう文面からやばそうだね。はい、さすがカエサルといった感じですね。うん、まあ、3パック目まで開封したところでこんな感じなんですけど、やっぱね、戦場に置かれるってあんまり良くないよ、文章的に。戦場に置かれると墓地に置かれるが分けてほしい。その文章の段階で戦場に出た時、墓地に置かれた時っていうさ、でその何、言葉を揃えた方がその全体的にシンプルになるのかもしれないけど、でも僕はめっちゃ読みづらいと思います。僕はめっちゃ読みづらいと思います。はい、まあそのあたりはね、そのいい大人なんだから読み替えてくれよって思うのかもしれないけど、こういうの思い込みで読み始めるとさ、わかんないもんね。思い込みでやってる時ってさ、もうそれが正しいと思ってやってるから、ね、言われてもわかんないからさ、ちゃんとね、そのあたりはそのなんていうの、物的にその文字の段階で分かるようにしてほしいですね。直江兼次さんです。はい、3レベル1000で戦場にいる間、自分の戦場の剣術偉人はアタック2000を得ると。はあ、全体強化なんですね、直江兼次。息子の創生や本田正成との養子縁組の解消などが原因で兼次の死後、直江家は断絶した。かわいそう直江家ないんだ、じゃあ今。かわいそうですね。始皇帝、マジで言ってるお前。始皇帝レベルのやつをノーマルで収録するとか、お前マジで言っとる。始皇帝、5レベル、パワー5000。戦場に置かれたとき、自分の魔力ゾーンの魔力1つを裏にして発動できる。相手の魔力ゾーンの魔力1つを裏にすると。なるほど。やらしいですね。なんか相手のさ、その魔力ゾーンのさ、色がさ、ね、偏ってるときとかさ、ね、この色1色しかないみたいなさ、1枚しかないみたいな時にそれを裏返しますとかやると相手をね、こう嫌がらせできるっていう感じなんでしょうね。これが戦場にいる間執筆を発動しないと。めっちゃピンポイントですね。ね、あれですね、噴書工事ですね。書を噴す、樹を構図みたいな感じのね。はい、古代中国の戦国時代の秦の国王、秦王に即位した後、その勢力をどんどんと拡大し、他の諸国を滅ぼして中国史において初めて皇帝を名乗ったというね。まあ、初めて皇帝を名乗った方です。はい、覚えて帰ってください。覚えて帰ってくださいって言いましたけど、大体みんな知ってます。大体みんな知ってます。さすがにね。はい、カンテラ。これ赤の魔力ゾーンに浮かれた時、ワンドローですね。これもうあと2枚欲しい。これ1枚持ってるから、とりあえず4枚欲しいですね。バーレット、これも持ってる。これ玉砕カードですね。はい。
まあ、うまいことリソース管理したいですね。次のカードはこれはレアですね。緑のレア、青のレアじゃん、チンギスハン、はい、モンゴル帝国を作った方です、はい、モンゴル帝国を作った方です、チンギスハンね、うん、あの神風食らったのはフビライハンさんですね。フビライハンとチンギスハンね、ごっちゃになってましたね。なんかチンギスハンって聞くとさ、神風食らった人かなって思っちゃってたけど、神風食らったのは現行の時のフビライハンですね。そう、クビライカーンさんですね。はい、オリバークロメオ5パック目でございます。クロメオさっき見ました。おいいね、こいつ2枚目じゃん。こいつ欲しい、もっと欲しいです。こいつあと2枚欲しいです。万葉集、ウッドスタッフ、なんか突然ファンタジー装備きたね。偉人召喚によって偉人が戦場に置かれる、もう戦場に置かれる、本当やで、戦場に出るにしてほしい、マジで。戦場に置かれる際、魔力像に置かれているこれをその偉人に装備させてもよいと。なるほど、これあれか、ファイアソードとかさ、アイスソードみたいなやつかの緑バージョンか。なんでこれだけさ、グリーンソードとかさ、ね、ウッドソードとか、ウッドソード弱そうだもんな。ウッドスタッフの方がいいな。はい、ウッドスタッフの方がいいです。次のカードはレアカードは何が出る。レアカードは R、 はい、マーサコです。こいつね、あの戦場に出た時に自分より弱いやつをパンチでぶん殴って破壊するっていう、そういうね、フィジカルに訴えかけたことをやってくる北条政子、暴力で相手を黙らせる感じのやばい助決ですね、うん、すごいね。俺より弱いやつに会いに行くタイプのキャラだね。俺より弱いやつに会いに行くタイプのストリートファイターです。はい、というわけで、まあ、5パックですね、半分まで開封した段階でこんな感じになりました。そんじゃ6パック目いきますか。うん、スーパーレア1枚ぐらい欲しいな。スーパーレア1枚ぐらい欲しいですね。10パック開封したらスーパーレア1枚ぐらいは出てほしい。はい、なんかこの流れすげえ見るな。前回もこの流れ見たな。雅子からの頼朝っていうね。そう、雅子からの頼朝で、頼朝はこの、ね、パワー4000以下の相手の戦場の偉人一体を戦場に出た時に破壊するっていうね、出た時の能力を持ってるんですけど、こいつは北条雅子は頼朝と違って、その自分のパワー以下だから、そう、こいつ自身が強くなれば強くなるほど、あの自分より弱いやつをね、始末できるっていう、そういうね、トップスピードに長けている。こいつは加速力の頼朝、こいつはトップスピードの政子っていうね、その積み上げできてるから、はい、まあ、でも基本的には頼朝の方が受け広せですよね。はい、ミュンツァーさん知ってますよ。私ミュンツァーさん名前は聞いたことあります。はい、でも名前しか知らないから、どんなことした人なのか教えてほしい。ドイツの神学者、宗教改革者、農奴制領主制の廃止と、共有財産権を唱えてドイツ農民戦争を指導した。過激な主張であったためルターとは対立したと。へえ、そういう人がいたんですね。名前しか聞いたことなかったんで、ここでこういう情報を知れてよかった。アタッカーになった時、自分の手札の魔法一つを見せて発動できる。このターンパワー5000以上の偉人にブロックされないを得ると。パワー1000しかないけど、でもレベル1なんだね。早いターンから出て、でパワー5000以上の偉人にこう見せるだけでブロックされないを得ることができると。しかも魔法一つを見せることによって、相手にこんなん持ってますけどみたいな情報戦を繰り広げることもできるっていうこと、ね、なかなか渋い活躍できるんじゃないですか、ミュンツァーさんね。はい、武者の蔵、これが戦場に出る間、剣術偉人は即能を得てしまうというね、はい、速攻持ちになってしまうというね。でこれが戦場にある間、自分の戦場のレベル2以下の偉人は全員剣術を持つと。やばいね。じゃあミュンツァーも剣術持ってしまうってこと。ミュンツァーも剣の道に入ってしまうってこと。やばいですね。へえ、なんか強そうだね。シンプル強そう。でもレベル4か、割と重いな。はい、次はストーム乱雲ですね。戦場の偉人一体を指定して発動する、その偉人を手札に戻す。バウンス、青はなんかそういう邪魔する感じの色なのかなね。さっきの始皇帝とかもそうですけどさ、なんかそういう邪魔したりとかさ、相手を妨害したりして、で相手をね、そう妨害して、でいろいろとターンをね、引き伸ばして、でダラ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 繰り広げて、戦闘繰り広げて、で最終的にコントロールしきって勝つみたいな感じの色なのかな。うん、異形能力、冥府発動。冥府発動っていうのはなんか墓地でも発動するみたいな能力らしいですけど、よく分かってないです。よく分かってないです。はい、で次のレアカードはレアですね、グリーンオーブ。何これ、魔力に異形能力、戦場から墓地に置かれた時に復元すると。お、 なんかシンプルに魔力の高い、あのあれってこと、魔力カードってこと。へえ、
欲しい。これめっちゃ欲しいね。じゃあ欲しいわ。じゃあ欲しいです。グリーンオープン、多分これ青と赤にもあると思うんで、4枚ずつ欲しい。トリマー4枚ずつ欲しいですね、グリーンオーブ。まあ多分あとレッドオーブとブルーオーブってのがあるんでしょう。ブルーオーブってなんか懐かしいな。ブルーオーブあったよね、マジックのデッキに。マジックザギャザリングのデッキに。相手を邪魔しまくるデッキ、ブルーオーブ。ミケランジェロ、ミケランジェロ。はい。あの、亀ですね。そう、亀です。あの、ミューダント忍者亀ですね。ミケランジェロの名前の、由来になった大芸術家です。大芸術家ですね。うん、まあ、ダヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロ、ドナテロっていうね、まあ、その4人の芸術家が、まあ、ちょっとね、あの、何、ミケランジェロじゃない、レオナルド、ダヴィンチとかは、かなりね、芸術家っていうよりは、なんか万能の人ってイメージありますけど、その4人が、あの、ミューダント忍者亀のね、あの、あれになったっていうやつですね。モデルになったというやつですね。戦場に置かれたとき、自分の墓地のカード1つをガーディアンとして戦場に置くと。なるほど。まあ、引き伸ばす感じのカードなのかな。世紀ルネサンス期のイタリアの彫刻家、画家、建築家、詩人と、まあ、つまり何でもできるっていうね。そう、何でもできます、はい、何でもできます。彫刻もするし、絵も描くし、建築もするし、詩人もやっとると。で、多分どれもすげえレベルだから、だから彫刻家として大成した人がミケランジェロとぶつかると、多分ね、もう鼻へし折られるでしょうね。こいつ俺より彫刻でもうまいし、その上画家もできんのみたいなさ。で、画家としてある程度のレベルまで行った人はミケランジェロにぶつかると、もう鼻へし折られるでしょうね。俺やっとこさここまでの絵描けるようになったのに、こいつ絵も描けるし彫刻もできるし建築もすんのみたいなね。そんな感じで、まあ、真の天才っていうのは得てしてそういうね、周りの人のやる気を削ぐものですんで、はい。っていう感じの、まあ、つまり何でもできますっていうね、うん、そんな感じのやばい天才ですね。大天才ですね、ミケランジェロ。で、多分このハンマーによってこのパワー4000持ってるんでしょうね。多分ミケランジェロはもう大天才なので、彫刻もやるし、画家もやるし、建築家もするし、詩人もするし、もちろん肉弾戦にも長けているっていうね。そのミケランジェロ、なんか私がね、その、なんていうの、文系だと思ったかみたいな。そう、私は実は格闘もできるんだみたいな感じの自信の溢れている顔。うん、この顔からはもうそんな感じのね、ミケランジェロの、その自分の強さへのね、自信、絶対的な自信が伺い知れる。さすがミケランジェロですね。はい。聖の小納言ちゃんにゃん。聖小納言、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。これイラストレーターの方がこれ、なんて読むんでしょうかね。堀美冬さんって読むんですかね。なんかこれ、よく見たらさ、ね、美しいっていう字かと思ったら、あの、ふっていう字ですね。堀美冬さんって読むんですかね。聖小納言ちゃん。可愛いですね。戦場に置かれた時、自分の魔力ゾーンの魔力と同じ色を持つ戦場の偉人一体を指定して発動できる。その偉人を裏にして魔力ゾーンに置く。ん？自分の魔力ゾーンの魔力と同じ色を持つ戦場の、多色で使ってると、相手の偉人に対応して、相手の偉人を魔力ゾーンに置くことができるってこと？うん、擬似的な職業カードってこと？よく見たらめっちゃレベル高いね。なんかそれなりに強そうですね。そう考えるとね、執筆。背景が戦場に置かれるたび、魔力ゾーンのカード一つを指定して、そのカードを手札に戻すと。相手の偉人をぶっ飛ばして、背景を使うことで相手の魔力ゾーンのカードもぶっ飛ばせるっていう感じ。意外とすごいね、清少納言ちゃんね。意外とやり手ですね。966年頃の生まれ、日本の歌人随筆家、天皇の妃に教育などを行う女房として仕えたと、枕草子で知られておりますと。その随筆的商談は後世に影響を与えると、中古三十六歌仙の一人に数えられるほどの歌人であると、まあ、つまりその、ね、文章でめちゃくちゃあのいろんなことをして偉業を成し遂げまくったやばい女ということですね。清少納言ちゃんですね。清少納言ね、清少納言じゃなくて清少納言ね、うん、っていうね。はい、次のカードはウォーターポート。これいいね。これ欲しい。もっと欲しいですね。もっと欲しい。100枚欲しいですね、これね。次のカードはポプリ。何これ。マリコゾーンに置かれた時ワンドロー。これ緑のあれか。緑のワンドローか。めっちゃ欲しい。これも4枚欲しいです。これも4枚欲しいです。4枚ください。次のカードは、次のカードはレアですね。あ、オノレア。ザビエオ。またしてもお前か。ザビエオ。ザビエオなんか意外とやりそうなんで、期待感高いですね。はい。残すところあと3パック。こんだけさ、ダラダラ喋りながら開封してるとさ、終わんないよ。終わんないけど、楽しいから仕方ない。ジャンヌ・ダオコ、お前、ダオコちょっとかわいすぎ。誰さんですか？モロロスさん。イラストレーションモロロスさんだそうです。皆さん覚えて帰ってください。モロロスさんの名前を検索して、ツイッターとかやってたら、もう今すぐフォローしろ。ジャンヌ・ダオコ。かわいすぎる。めっちゃかわいいじゃん。この髪の毛にさ、なんか青色のね、なんていうの、
メッシュみたいなの入ってんのがさ、めっちゃ可愛いね。やべえわ。こんな格好でお前、救国の政治は無理だろ。ねえ。こんな格好してたら救国どころか国が堕落しますね。ジャンヌ・ダルクさん。はい、戦場に置かれた時自分の山の上から3枚を墓地に置く。マジで言ってる。レベル2でパワー3000の代償がそんな高いってこと？でも墓地に置くことがメリットになるかもしれんってこと？はい、破壊された時自分の手札1枚を墓地に置く。なんかやばいね、こいつ。めっちゃ重い。めっちゃ重いわ。なんか、こう、はつらつとした感じの美少女みたいな。で、高潔な精神の美少女みたいな感じのイラストしておいて、やっとることは、めちゃくちゃ重たいですわ。激重の超絶メンヘラ女ですね、こいつね。やべえな。はい。有力農家の娘として生まれ、100年戦争の後期に神の啓示を受けたとして戦いに身を投じたっていうね。そう、まあ、このあたりはさ、書く人によっていろいろ解釈があるよね。で、こいつがちょっとね、ちょっと頭がやばい感じの女の子で、神の啓示を受けたって言い張ってるだけの、あの、狂った女の子として描かれることもあるし、単純に、その、本当に高潔な精神のね、もう美少女戦士みたいな感じとして描かれることもあるし、あの映画のジャンヌ・ダルクかな、何でしたっけ、ミラ・ジョボビッチのジャンヌ・ダルクでしたっけ、あれのジャンヌ・ダルクの、ね、描き方とかね、すごい個人的に好きなんですけど、自分の復讐のために神の名を使うっていうね、やばい女として描かれてましたよね。私を信じる全てのものよ、私に続けてさ、お前神のことを歌って戦ってんのに、なんで私を信じるとか言ってんのみたいなこと言ってね、本物の神様、ダスティン・ホフマンでしたっけ、本物の神様にね、なんか論破されてましたよね。お前を信じるとかどういうことみたいなさ、神の名のもとにおいて戦ってるんちゃうんみたいなさ、お前結局自分のことを復讐したいだけなんちゃうんみたいなさ、ね、剣が降ってきて、剣を拾ったっていう話もね、なんか戦場にその辺の人が剣を捨てたかもしれないし、いろんな可能性もあったのに、お前はあえて神が剣を授かった、神から剣を授かったっていう風に解釈してたけど、それお前の都合のいい解釈ちゃうみたいなこと言ってね、もうディスられまくってましたね、ジャンヌ・ダルク。でもこのイラストのジャンヌ・ダルクはめちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛いけど激重な女っていう、まあ、その設定もね、ある種惹かれるところあるよ ね、激重女ジャンヌ・ダルクね、うん、なかなか新しい感じするね、激重ジャンヌ・ダルク、メンヘラ地雷女ジャンヌ・ダルクっていうね、新しくもないか。はい、次は美女コーナーですね。マリー・アントワネット。パン食えないならケーキ食えばいいんちゃうみたいなね。そう。っていう発言で、なんかみんなからね、これだから金持ちはみたいなディスられがちですけど、ちゃんとあれ確かね、別な意味があるんですよね。確かね。そう、僕らはその言葉尻捉えて、これだから世間知らずの金持ちは困りますわ、承継い、承継いみたいな感じになるけど、ちゃんとこの人はね、その為政者として民のことを思ってあのセリフを言っていたみたいな感じの、なんかそういう解釈があったのを見た気がします。はい、でこの方が破壊された時、戦場のガーディアンを全て寝かせると、相手の戦場のガーディアンも寝かせることができると。なるほど、攻撃が通りやすくなる感じですね。はい、まあ、革命広場で処刑されてしまったというね、まあ、この方も書く人によっていろいろな描かれ方ありますよね。ね、その民のことを思う本当にね、高潔な人物だったって描く人もいれば、完全にワルのね、高慢ちきなバカな女として描く人もいる。もうそれはね、人によって違う。はい、巨大古墳。なんかいきなり古墳来たな。自分のスタートフェーズが終了した時に魔力配置権プラス1する。強ない？ターボランドじゃん。ターボランドじゃん。強ない？これめっちゃいいな。これめっちゃ欲しいな。なんか普通に強そうな気がする。どん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 、わかんない。そのリソース、魔力を伸ばすことがどれぐらい強いのか分かってないんであれなんですけど、書いてあることはシンプルに強そうですね。はい、ポブリ。これいいですね。これめっちゃ欲しい。もっと欲しいですね。もうあと1000枚ぐらい欲しいですね。そして次のカードは、レアカード。はい、緑のレアカード。誰これ？行基。坊さん？行基。なんかやばいね。後ろの大仏をさ、配下に従えたやばいマッドサイエンティストみたいな印象がある。はい、日本の僧。日本で最初に大僧侶に任じられた。へぇ。そうなんだ。戦場に置かれた時、偉人召喚権プラス1して自分の戦場の背景1つにつきワンドローする。やり手すぎますね。お前、レベル7って。レベル7って。で、こいつが戦場にいる間、自分の戦場の背景は破壊されないと。うん、強そうなんですけど、背景たくさん並べると、たくさんドローできて強そうなんですけど、重すぎんかっていう感じはある。うん。わかんない。さらに言うと、この人がどういうことした人なのか何もわかんないから、イラストだけ見ると、なんかこのね、秘密兵器の大仏を背にして、こっちに語りかけてくる、なんか悪のマッドサイエンティストみたいな印象しかない。ほっほっほ、よくここまで来れたの、君たちの力を侮っていたようじゃ。しかし、わしのこのゴッド大仏ロボに勝てるかのみたいな感じのことを言って、こういうの大仏の目がピカーンって光る感じの、そういうマッドサイエンティストっていうイメージしかないです。はい。行基、多分そういう人だと思いますね。
行基のそのお世話になっている方々とか行基の研究している方とかにもと叱られそうなんで、あんまりこういうこと言うといけないんですけど、行基マッドサイエンティスト説みたいなので、はい、ジョージ・アームストロング・カスター・ガンマンっぽいですね。即応、やっぱり赤のカードはね即応多いですね。これが戦場に出ている間即応を持つ、多分この即応っていうのもさ、言葉の響き的にさ即応と即攻って似てるじゃん。だからあの即攻って言ってもね、あの通じるように即応ってなってるんでしょうね。はい、即応を持つ自分の戦場の偉人はアタックが強化されるとよ。はい、リトルビッグホーン川で部下もろとも戦死した。ネイティブアメリカンと戦ったんだ。なるほどね。ガンマンっていうか軍人なのかな、アメリカの軍人に書いてあるね。軍人らそうです。はい、ジョージ・アームストロング・カスター、シャロー7世、これあれだね、ジャンヌ・ダルクの時のシャルルだね。ジャンヌ・ダルク・シャルルですね。はい、武者のクラ、なんか書いてる方は強そう、でもちょっと重そうっていうね。ファイナルアタック、はい、これで倒せれば脳汁出そうですね。そして次はレアカード、レアスーパーレア来てくださいよ。中富の鎌足り、中富の塊として読み違えられることで有名な中富の鎌足りさんですね。はい、戦場に置かれた時自分の山田の上から5枚を墓地に置いて発動できる。このターンの間即応を得ると。ん？即応ぐらいタダで持っとけよお前って感じのお前即応ぐらいタダで持っとけやっていう感じの。即応はとりあえずタダで持っておいて、その上で自分の山札から5枚を墓地に置くことができますよっていう能力を別で持っておいてほしいですね、この方ね。多分こいつね、仕事できんタイプのね、頭の固いタイプの上司っすね。なんか微妙に重いしさ、多分こいつね、この即応と墓地に置く仕事を別の口でやればいいのに、両方とも一緒にこなさないとなんか気が済まないタイプの頭の固いタイプの上司ですねこいつね。多分ね、これやっといてって言ってさ、それ別にやればよくないですかって言ったら、何言ってんのこれ、一緒にやらなきゃ意味ないでしょみたいなこと言って、もう人の話聞かんタイプの、こいつ絶対ね無能なタイプの上司ですね。全然知らないです、中富の鎌足さんの歴史的なことは全然知らないけど、効果見る感じこいつダメだなっていう感じで、部下からあんま慕われてなさそうですね。はい、でも朝廷に圧倒的な勢力を保持した氏族、藤原氏の始祖、はい、大化の改新の中心人物の一人、はい、ということで、すごい偉業を成し遂げた人物だそうですけど、効果の方はちょっとねどうなんかなっていう感じのねどうなんかなっていう感じしますね。そう、その墓地を肥やすっていう意味の能力としてはいいと思うんだけど、墓地を肥やして即応を持つ、墓地を肥やさなければ即応を持たないっていうぐらいだったら、即応はとりあえず持っといて墓地を肥やすことができますっていう能力にしといてほしかったですね、個人的にはね。いやこいつなんかね、なんでそれ一緒にやる必要あるのみたいなことをさ、絶対一緒にやらないと気が済まないタイプの人ね、なんかいますよねそういう人ね。これとこれ絶対セットにやらないとさ、そんな多分ルーチンになってるんでしょうねそういうのがね。アレッソンドのバリニアノってなんかすごい、なんか何すげえ名前してんね、アレッサンドロ・バリニアノ、バリニア、バリニアノ、めっちゃ言いにくいわ。ダブルプレッシャーを得る、レベル5やん、高いね。効果、アタッカーになった時発動できる自分の山田の上から1枚を裏のまま魔力ゾーンに置くと、ほう、魔力を伸ばせると、で魔力ゾーンのカードが6つ以上の間ダブルプレッシャーを得ると。なるほどね、何した人、イエズス海戦教師なんだ、へえ。なんか後悔ってやっぱりアタッカーになった時、攻撃した時誘発能力が後悔っていう能力っぽいですけど、なんかアタッカーになった時に発動するっていうのにその味付けのためについてる感じがするんで、なんかあんまりピンとこないですねこれね。アタッカーになった時イコール全て後悔っていうわけでもないからさ、ね、上杉謙信もアタッカーになった時発動するけど、ね、こいつはなんかでも後悔は発動できるなのか、これはもう完全にあのアタッカーになった時に強制発動だけど、こっちは発動するかどうかは選べるってことなのかな、その辺りで分けてるのかもしれないですね。はい、藤原の道長、戦場に置かれた時自分の魔力ゾーンの魔力一つにつき自分の墓地の魔法一つを手札に戻すと、ほう、墓地回収能力持ち、レベル高いですね。平安時代の公家だそうです。はい、まあ、藤原っつったら平安の時代ってね、覚えときゃ間違ってないですね。はい、鴨野町名、なんかよくわかんない感じの、よくわかんない感じの能力の人ね。はい、魔王家の社、一般社ですね。レジェンダリーな社ではないと。そして、10パック目最後のレア。SR が欲しいです。レアです。千利休、やべえの来たな。スーパーヒッティングマッスル、ゴリゴリの武闘派、千利休。でも、このカードゲームでは千利休そこまで武闘派ではないですね。
1レベルで500。戦場に置かれた時、赤の偉人がいるんだったら偉人召喚権プラス1すると、赤のカウンターカード、赤と自分で赤と一緒に使ってもいいし、相手に赤のカードがいれば偉人召喚権がプラス1できる。カウンターにも使えると。で、魔法使用に際し自分の手札を好きなだけ墓地に置いてもよい。で、墓地に置いた1枚につき手札の魔法の魔力コストは1減ると。へえ、面白そう。面白そうだけど使い方が分かんないけど面白そうですね。なんか悪いことしそう。なんか悪いことしそうですね、うん、こいつもなんかね、レベル低いし、なんか悪いことできそうだから、こいつもね、もっとたくさん欲しいですね。千利休なんか強そう、いろいろやってくれそうですね。というわけで、まあ、今回はですね、こちらの偉人伝ですね、ダイソーが展開している偉人をバトルさせるカードゲーム偉人伝の赤の伝説の武将デッキと、あとはね、ブースターパック10パックを開封してこんな感じの結果になりましたというね、動画でございました。はい、まあ、やっぱりね、偉人伝開封していて、こういろいろとね、その知らない歴史のこととか、まあ、僕みたいに日本史世界史、まあ、国語も算数も全部ね弱いんですけど、日本史世界史が弱い人間にとっては、こういうねカードを向いて遊ぶことで、まあ、歴史のことも知ることができるっていうね、あの、なんていうの、信長の野望をやるとさ、ね、歴史上の人物に詳しくなるとかさ、三国無双やると三国志に詳しくなる、まあ、三国無双はね結構脚色入ってると思うんであれですけど、なんかそういう三国志ゲームやると三国時代のことに詳しくなるとかさ、なんかそういうのあるじゃん。ゲームを通じてその時代に詳しくなるとかさ、ね、ゲームを通じてなんか理科に詳しくなるとかさ、数学に詳しくなるとか、まあいろいろあるんですけど、まあ、そんな感じのが期待できるゲームだと思いますんで、うん、まあ、なかなかね、このコンセプトはね、やっぱりいいんじゃないかなと思いますし、まあ、ダイソーのカードゲームって基本的にこういうね、そういう教育的な側面があるゲームばっかりなので、まあ、小さいお子様をね、お持ちの親御さんなんかはね、まあ、ぜひともね、これ1泊100円なんで、そう、1泊100円だからめちゃくちゃ安いんで、もうお子様にね、買い与えて、で、遊んであげて、で、いろいろとね、勉強にもつなげれていくっていうことができるんじゃないかなと思いますんで、まあ、かなりね、おすすめなんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、僕ね、今回こんな感じで向いたんですけど、まあ、やっぱりね、そのカードゲームを遊ぶ人的にはこういうね、グリーンオーブとかさ、そういうのがね、まあ、たくさん欲しくなるんですけど、あの、先ほども言った通りに、これ1パック100円なので、あの、たくさん買えます。そう、あの、1店舗に1店舗につき5パックまでっていう購入制限今んとこありますけど、まあ、買う数自体はね、その1店舗あたりで買う数は限界ありますけど、買うこと自体はね、そのお金の許す範囲でっていう意味で買うこと自体は、まあ、かなりの数買えると思いますんで、そこにね、欲しいカードが出るまで向くでもいいしさ、単純に向いて楽しいっていうね、開封して楽しいっていう遊び方もできますし、そう、1パックあたりが安いんで、めちゃくちゃたくさん買ってもね、あんまり懐に響かないっていうのもね、いいと思いますんで、逆にね、この偉人伝開封した後にさ、普通のカードゲーム開封すると、なんかね、値段めっちゃ高いなって思うかもしんないよね。うん、これ1パック100円なんで、まあ、消費税込みでもね、110円なんで、10パック買っても1100円なんで、1100円って言ったら普通のカードゲームだったらさ、本当に3パックか2パックしか買えないからさ、うん、だからね、偉人伝ね、まあ、1パックにつき5枚しか入ってないですけど、カードはね。でも10パックも買えば50枚も手に入るんで、まあ、そういった意味でもね、そのお財布にも優しいし、で、遊んでていろいろね、学びがあるっていうところでね、まあ、かなり楽しめるカードゲームなんじゃないかと。ルール的なことはあんまり分かってないんで、まあ、適当ぶっこいてますけど、まあ、かなりね、楽しめる、遊んで楽しめる感じのね、カードゲームなんじゃないかと思います。はい、というわけで、まあ、気になった方はね、ぜひともダイソーに行って、まあ、この世のね、すべてをね、ダイソーこの世のすべてがあるので、ダイソーっていうのはこの世のすべてがある店舗ですので、まあ、ダイソー行ってこの世のすべてをね、手に入れてみてください。はい、というわけで今回はこんな感じでございました。ここまでご視聴していただきありがとうございました。次回はですね、青のデッキ開封した人を持って掘ります。じゃあまた次回のね、偉人伝開封動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら。バイバーイ。